トレントセバーン水路は、カナダ・オンタリオ州南部の水路網。オンタリオ湖とヒューロン湖のジョージア湾を結ぶ水路で、かつては産業交通、軍事目的で使用されていたが、現在は主に観光、余暇のために使用されている。トレント川、オトナビー川、川浅湖郡、シムコー湖、カウチチン湖、セバーン川などの自然水路を含む、南オンタリオの 固定時間トリーを横断するため重要な観光資源になっている。5月から11月の期間のみ通行可能。この水路はカナダ国定史跡に指定されている。トレントセバーン水路の総延長は3 8 6トル。東端はトレントンを起点とし、建設水路部分はそのうち約3 2トルのみ。45箇所の拷門があり、そのうち2箇所は フライトロック及び、ピーターボロとカークフィールド2カ所は、ボートリフトがある。ビッグシュートでは、船舶用鉄道も整備されている。またこの水路網には、船回橋が39カ所、ダム160カ所等を備え、川湖での水調整を行い100万人以上が、居住する流域約18,600平方キロにおける、治水機能を果たしている。トレント、セバーンウォーターウェイ。 ナショナルヒストリックサイトオブカナダナショナルヒストリックサイツパークスカナダ2011年7月28日閲覧ありがとうございます